武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年宇都宮大学の国語の勉強方法について紹介したいと思います。宇都宮大学の国語試験時間は90分間で、配点は学部によって200点から300点と変わってきます。大問構成は全部で3題出題されています。大問1、大問2が現代文からの出題、大問3が古文からの出題となっており、漢文は基本的には出題されません。で、大問1が現代文の評論的な文章からの出題、大問2が現代文の中でも小説の分野からの出題となっておりますので、小説や随筆といったような、そういった文章にも普段から慣れ親しんでおく必要があります。具体的な対策方法としては、国公立標準問題集のキャンパス現代文に取り組んでください。宇都宮大学の現代文も、やはり記述問題、論述問題が中心の出題となっています。国公立標準問題集キャンパスも記述問題、論述問題が非常に多く出題されてますので、そこで記述力、論述力を鍛えていくようにしましょう。古文も、記述問題が中心になります。そういったことから、国公立標準問題集キャンパスの古典の古文分野をしっかり解くようにしましょう。その中で記述の力をつけていってください。古文に関しては、古文単語や古典文法といった基礎力も、持っていることが大前提となってきますので、基礎の復習も、しっかり丁寧にしておきましょう。最後は過去問演習の中で90分間で3題の記述問題を攻略していく練習をしましょう。今回は以上です。